こんにちは。デトロイトビカムヒューマンへようこそ。私はアンドロイド、案内役です。始める前に、まずはあなたのプレイ環境を整えていきましょう。こちらが現在設定されている言語です。よろしいですか？はい、どうもエルザです。それでは、公開収録ですが、デトロイトやっていきたいなと思います。やっとですね。前回のライブ配信まで違うのしてたんですけど、やっとこちらをすることになりましたんで、やっていきたいなと思います。で、早速なんですけど、まあ、この女性の方は、アンドロイドになるんだよね。なんか、ほぼほぼ人間に近いんで、すげえなと思うんだけど、字幕はちょっと大きめにしちゃいましょうかね。スマホで見ることも考えてね。じゃあ、こちらの設定やっていきたいと思います。よろしければ選んでください。はい、大丈夫です。画面を調節してください。さあ、画面調節といきましょう。多分画面が暗すぎるとっていうところがあるんで、ちょっと明るめでいこうかな。多分配信環境の方は明るい方がいいかなと思うんで。で、まあ、これでも暗い場合は、また皆さんの画面で明るくしていただければと思います。それではプロフィールを選びましょう。あ、はいはい。難易度ね。失敗すればキャラクターが死亡する可能性がありますと。シンプルな素材でストーリーを楽しむ。難易度低め設定され、キャラクターが死亡しにくくなります。どういうこと？あ、ってことは死ぬんだね。どうしようかな、ストーリー。ストーリーが、でも先にこっちがあるってことはって可能性はあるよね。悩むね、これ悩むね。そうだね、こっちでいきますか。このアイコンの表示中は本体の電源を切らないでください。それでは早速始めましょう。忘れないで、これは私たちの物語、そしてあなたたちの未来。さあ、交渉人。イケメンやね。アンドロイドとはいえ。確か実際にいるんだよね、この人のモデルがね。そう。事件が起きたってことか。手に取る。はい。あ、上を押すってこと。なんか操作意外と大変そう。さあ、ジョン・フィリップス、キャロライン・フィリップス、ヘーマ・フィリップスと。家族か。でも荒らされてる感じ、ちょっと考え前ね。さあ、ドワーフ・グラミーと。はあ、そういうふうに動かすのね。あれ、でも現場としてはこの魚良かったのかな。まあそうだね、ちょっと楽しんでやりたいなと思いつつ。まさか、まさかアンドロイド。さあ奥さん、いや、そんなのダメよ。待って、やめて。包丁は本物の人間に頼んで。はあ、うわ、いきなりこんな現場？任務表示。アラームを探す。あの人だね。
ちなみにダッシュはっていう感じか。くそ。さあ。ふざけやがって。まだですか？話せませんか？はい、話す。私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。やつは制御不能だ。俺の部下もすでに二人やられた。だが奴を撃てばバルコニーから落ちて娘も道連れだ。彼の名前は変異体ね。どうでもいいだろう。交渉するには情報が必要ですから。様子がおかしかったという報告はありましたか。いいか、子供を救うことだけ考えろ。お前があのアンドロイドを止められなきゃ俺が始末をつける。成功率が下がると。時間を無駄にするな。あー、なんだと。ってことは時間との勝負かも、このすでに。マジか。分析。あー、ライフハンドガン持ってる感じだね。ほい。あとは弾やね。何発入ってる？再現。父親の銃を使った。はあ、もう何発入ってるかちょっと気になるけどね、こういう銃はね。さあ、まず一つ目の情報ゲット。とりあえず成功率を上げるためにちょっと情報得ますか。結局ね、アンドロイドの名前を教えてもらえなかったから。ちなみに走るっていうことはできんのかな。ちょっと部屋を調べますか。地味にね、見るっていうのが難しい。はい。あ、タッチパッド使うの。さあ、ダニエル。あ、でもこのタッチパッドがすげえな。透過してるのがね。ガンガン音楽かけてて銃声が聞こえてない。そう、3発撃ってるね。ん？こっち。お母さんは助かってるけど、お父さんはっていう感じか。あ、結構あるね。あー、お父さんはそうか、ダメだったか。まず、腹部9ミリ1発、2発か。ちょっと待った、他の角度からだと、あ、一緒か。はい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 。これで3つ目。目ね。ジョン・フィリップス、父親だね。さあ、再現しましょう。めっちゃ撃たれてるね。ここ。何かを持っていった。で、これが、ダーンって飛んでいって、ちょっと待った。ってことは、この辺り、これは、
これか、持ってたのはこれっぽいね。でも何もできない。そうか、調べた。そうか、飛び降りるか。黄色はもうあれ以上調べられないってことか。食事はしていた。タッチパッド慣れないね。事実だとすると、アンドロイドが故意に人間の命を奪った。ってことはヘリが来てると、これはちょっとあんまりよろしくないね。夕食を取るとこだった。で今撃った。すげえな、こんなリアルに動いてんの全部。あ、すげえ。特に今のはって感じだね。警官、あー、身内がって、このことね。マジか。ご愁傷様です。こうやって見ていくと、なんかね、もう、どうにかして倒した方がいいのかなとか思ってきそうだけど、なんかやっぱ同じアンドロイドっていうところで考えると、カメラを動かす？あ、発砲、あー、じゃあもう見てんだ。アンドロイドは見た。で、銃は撃たれた。いや、最初の方だね。あった、下に隠れてたか。武器を発見。いやー、武器はまずいやろ、思ったら交渉人が。ちょっとまたぐね。情報保管に。いやー、これすごいね。いや、なんか今までやってたけど、いろんなゲーム。これちょっとすごいわ。ちょっともうちょっとお父さん、分析させてね。ずっとね、なんかマークがあるのがすっごい気になるんだよね。ってことは僕何か見逃してる？ね。これだね。さあ、アンロック。で、あ、開いたね。これでも 63%？ はいはい。アンドロイド NB700 のオーダーを受け付けました。ご利用いただきありがとうございます。ああ、買い替えられる予定。ってことは、アンドロイドがそもそもどうなるか分かんないけど、型が古いやつはやっぱ処分になるのかな？その可能性が高いよね。でもまだ70か。70か。ちょっとな。あ、すげえ。そんな器用な動きするのね。何が待機だ。さっさと。さあ、靴。あ、靴は履いていない。子供負傷してんの？それやばくね？これは、よく見るやつ。ホワイトブラッドか、ブルーブラッドか。よくゲームの世界である、アンドロイドとかね、用の血の色だね。PL600。あ、やっぱ、古い型番だから、捨てられるっていう感じか。あ、外はまだ出ない。おお、びっくりしたー。めっちゃびっくりした、今の。状況あまりよろしくない。今選択肢 75%。 でもアンロックが、まあ銃はちょっと見とくか。一応なんかあるかもしれない。戻す。条約に反するらしいね。一瞬出て反応したけど。あとはそこと、まだ探してないところない？ちなみに、あんまりこう、走れるっていう感じではないんだね。
じゃあそろそろ行きますか。 70% ぐらいだもんね。ここは行けなかったね、結局ね。さあ、では本番へ。いやー、どうなるんだろう。さあね、こういう時にね、どうせ機械なんで、交渉用だったらね、とりあえず人間と一緒で信頼を持っておきますか。来るな、近づいたら飛び降りるぞ。いやー、それはやばいな。名前を。ダニエル、なぜ僕はコナーだ。俺の名前を。他にもいろいろ知っているよ。君を助けに来たんだ。さあ、状況の確認していきますか。一応あー、やっぱちょっとうるさいね。パーセントが下がってくまずは、選択して今出てきたのが、人質を確認、変異体の信用を得る、ゆっくり近づく。怒っているんだろう、ダニエル。だけど僕を信じて、君を助けたいんだ。助けなんかいらない。お前に分かるもんか。俺はただ、もう終わらせたいだけだ。あー、怪我しちゃってるねー。エマとは仲が良かったんだろう。応急処置ね。君は裏切られたと思ったんだろうけど、それは違う。嘘をついてたんだ。助けてくれ。愛されてると思ってた。だけど違う。この子も他のやつだと同じなんだ。あれ、穏やかになってるね。黄色になってる。さあ、原因は？買い替えられると知って、君はショックを受けた。なあ、そうなんだろう。家族の一員だと思ってた。大事な存在だって。でも俺はただのおもちゃ。画面。捨てられるだけなんだ。捨てられるか。応急処置できるかな。ひどい出血だ。病院に運ばないと、彼は死んでしまう。人間はどうせいつか死ぬ。今死んだって変わらないだろう。今から止血の処置をする。触るな。そいつに触ったら殺すぞ。従うか。いやー、これで人質をね、まず同情しよう。君は何も悪くない。君が感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。そうだ、俺のせいじゃない。こんなはずじゃ。愛してたんだ。なのに彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。あの音おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。従いますか。やっぱね、ちょっと人質優先でね。ほら、いなくなったぞ。いやね、ここはね、やっぱ真面目にいかんと、最初やからね。おー、救助機来たー。じゃあ、信じろ。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ、人質を解放すれば、君を傷つけたりしない。全員引き上げさせろ。それと、車を用意しろ。町から出たら解放してやる。歩み寄るか。それはできない。解放すれば君を撃たないと約束するよ。死ぬのは嫌だ。安心させる。話をするだけだ。心配はいらないよ。約束する。わかった。君を信じる。
嘘をついたら来な。俺に嘘を。いやー、ミッション成功したけどさ、後味悪くないか？娘さん、ねえ。え、こんなゲーム？マジで？あ、へえ、しかも、フローチャート見れるんだ。物語、まだ体験しない道筋、そして物語、可能性を確認できますと。ポーズメニュー用のポイントを獲得できます。フローチャートの込みでカウントされない分岐のエンディングも存在します。へえ。やっと、これもしかして一番良かった全世界の選択ちょっと見てみますか。 38%、 あ、意外と意外と、いや真面目やったでしょ迷わず武器取ったっていうのもなかなか、あ、ね、ちょっとズームしましょうか。容疑者の名前特定するからでもなんかアンロックできるみたいだね。はあ。遺体と交渉、あ、ここで遺体か、まだあるんだね、情報がね。あー、いやでも 100% はなかなかいいんじゃないですか。あ、でもこれ多分やったらっていう感じだろうね。はいはい、信用を得る、ね、最悪はこっちだね。なんか多分銃使ったらやばいんじゃないか。じゃあちょっと今回ね、あ、戻りはできないのか。なんか別バージョンも見てみたい気はしたけどな。なんか明らかにアンドロイドっていう感じだね。トップクラスの家事アンドロイドですよ。レシピの種類はなんと、ほら、ゾーイ、行くわよ。しかも、小学校から大学までお子様の宿題を見ることができるんです。ねえ、あなたすごいと思わない？こういうのが欲しかったの。おー、すごいね。見た目も。いや、マネキン、マネキンだね。48ヶ月間無利子の7999ドルでお買い求めいただけるんですよ。しかも、部品と修理は2年間の保証付きです。へえ、へえ。特にでも、修理まで夜には関心も、あいつ買われたくねえな、あの奥のやつ。なんか嫌だよね。あー、でも基本的にいろんな人が買うってことかも。ん？まさか？まさかこっち来んの？整備にちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。何があったんですか？引かれたんだよ。ただの事故さ。ああ、なるほど。ともかく、もう新品同然ですよ。ただリセットしたので、メモリがすべて消去されました。大丈夫ですか？問題ない。よかった。名前はどうします？娘がつけた。X400、名前の登録を。カーラ。私はカーラ。ほう。ということで、デトロイトビカムヒューマン始まりですね。さっきのはチュートリアルといった感じかな。いや、でもさ、アンドロイドが壊れるって車にひかれたにしたらちょっとおかしくない？様子が。なんか話の感じね。娘がつけたって言われば娘生きてなかったし。どうなるんだろう。てか、あの、独特だね、ほんとね。確か、デトロイトは映画あったのかな。なんかね、なんかそんな感じがするけど、アイロボットとか、確かに、アイムロボットか。あれも映画ね、確かにこれに似たような感じはするね。いやー、どうしよっかな。あのね、ちょっとさっきね、銃のところ揺らいだのよ。いや、銃持って、もう子供ごと、子供ごと、言い方が悪いね。はい、もうこれくらいしとこう。考えたね。下宿行くか、真面目に行くか。ちょっと下宿行ったらどこで終わるんだろうっていう気はするんだけど。
いやーちょっとね、まあチュートリアルだったんでね、コナーの時はね、ちょっとねゲスキ行きますか、次は行けたら。いやーあーでもそうだね、やっぱ時代的に人工知能が反映すると職がなくなるからね。いやーなかなか考えもんですな。さあそうこう話してる間に、家に着きましたね。あ、カーラじゃないの、動かすの。はあ、イケメン。さっきの子はなんかカーラの時に出てきた女の子にそっくりだったね。いや、なんかあるね。これが雑誌か、アンドロイドの秘密と。あ、へえ、そういうこと。人間抵抗を感じさせないアンドロイドの設計はサイバーライフにとって非常に重要な。まあそうだよね。同社人間化部門を率いるジェイソン・グラフ氏は、先日行われたインタビューでその設計の秘密を一番から明らかにしたと。はあ、人間化に取り組んでいるというね。いやーそうだね。まあただ言うほど実は人間化ってなかなか難しくて、人間化するなら、選択肢は用意できるんだけど、今の人工知能って決断っていうのができないらしいね。選択権を渡すけど、決断ができるっていうのと感情がどうやってコントロールできるかっていうのが結構今問題になってるみたいなんで、まあ、AI、 あれまだ解除しきれてないか。そんなね立ち読みしなくてもいいんだけど、一応ねそういうのがありますね。いいかな。そうなのよね、ゲス受けやるかね、本当にちょっと悩みどころなんだけどね。なんだろうな、人間味っぽくするのもありやなと思ってたんだけど、ちょっとねアンドロイドやから非常になれるっていうところもちょっとゲーム的にありかなと思って。であまりにも結末が早い場合は2周目しよう。その時はね、途中からできるという期待をして、ベリーにペイント店に行くと。注文を受け取りたいんだけど、こちらにはね行かせてもらえないんだね。特にはない。おお、今気づいたけどすっごいな。あ、これもしかしてアンドロイドだけにしか見えてないこの文字はね。ホームですか。なんかあるんだろうけど、話せないのを見ると、でもねなんか調べたりとかできないもんね。あ、青だね。ね、真面目、そうだね、コナンの時真面目にしてしまったんでね。ちょっと待ってね。ちょっと気になったな。ゴーバックメインメニュー。あー、フロー、ちょっとこれ見てみますかね。あ、この地点で、はぁ、ゴーバック？はいはい。こうだね。ちょっとメインモンメニュー、ちょっと一回戻ってみていいですか。なんか言われたらね、ゲスバージョンで。そうね、まあ僕の選択で間違いないんだけど、ゲスクやるかがね。一応。これはストーリーチャートです。ここで物語の進行状況を確認できるんです。
はいはいはい。プレイヤーの選択や他にもいろいろなことが確認できます。あ、そしたらちょっと人質好きな箇所から物語をリプレイできます。でもちょっとやっちゃいましょうか。一度は戻らずにプレイし続けるべきだと私の設計者が言っていました。何が起こったとしても。あ、そうですか。そんなこと言います。あなたの物語。そうですか。そう言われたらちょっとね、戻りたくなくなるよね。多分そこの心理ついてんだろうな。2周目ちょっと考えよう、真面目に。まあ2周目はちょっとこの選択見てみたいよねっていうね、感じでいいかもしれないね。ちょっと1周目は振り返らずやっちゃいますか。迷いが見えるでしょ、やってて。ね、真面目に行くか、下宿やるか、それとも、なんかね、もうすべて見ていくのか。いや、このゲームちょっとそのあたりはね、見てしまうとちょっとあれなのかな。いやー気になるけど、ちょっと心の葛藤が見えるね。いや、お姉さんもあれだね、めっちゃ痛いとこついてくるね。いや、なかなかよ。見ないことをおすすめしますって、もうはっきり言われてるからね。ついて。これは飛ばせないか。さあ、一度目は戻らない方がいいということなんで、ちょっとね、見てる方も言ってるんで、ちょっとそれを信じて自分なりやっていきますか。じゃあちょっと心を鬼にして、ロボットとは思えない感じでやっていこうかな。どうせね、さっきのカーラ編の時とかがちょっと気になるのよね、実は。なんかね、あんまりこう雇い主って言い方も悪いけどさ、なんか人が良さそうに見えなくてさ、店員の話もなんかちょっと微妙な感じだったしね。これは関係なさそうだね。いやー、お掃除ロボット。あ、そうだよね。こういうさ、単純作業って言うとあれな、悪いんだけどさ、アンドロイドができると、こういうお掃除とかね、清掃員の人は、もうできなくなるからね、仕事ね。いやー、マジ、あの姉さん、ちょっとさ、考えすぎっていうか、めっちゃさ、心読んでくるね。オープニングの時にちょっとびっくりはしたけどさ、さすがにやっぱああやって言われると、人間の心をね。いて、押しやがって。GPS。あ、はあ、すげえ。あ、でもこれやっぱアンドロイド特有な感じがするね。じゃあまっすぐ行きますか。いやー、あっちやばそうやなー。今ちょっとなんか見えたね。お兄さん、あの後ろのところでよくそんな。あ、めっちゃうめえじゃんって。ロボットが立ってるとなんか言われそうやから、ちょっと行こうか。心穏やかにね、やっぱね。心穏やかに下宿やっていこうかな。存在、貴様がデトロイトを崩壊へと導くことになるだろう。同胞たちよ、共に我らの生み出した罪に背を向けるのだ。顔の圧力圧力がすっげえな。
まあここに来るのは間違いないね。あ、そこね、意外と近かった。あれはなんだ、充電？え、めっちゃあれ何？なんかすっごい不思議なんだけど。じゃあ開けますか。はい、あれ？おい。いやあ、すげえこれ。落ち着くね。さっきまでの罵声を浴びせられたんだ。全然違うね。 ID 認証完了。お、すげえ。そっか、アンドロイドやから IC チップ組み込んでていいもんね。オーダーナンバー847、$63.99です。お支払いの手続きを。払う、ちょっと待った、払うしか選択ないよね、そもそもね。ゲージ減らないしね。じゃあはい、払うしかありませんね。支払いを承認。手続きを完了しました。へえ、ビルディングパー、ペイント、あ、ペンキか。ペイント、絵の具、どっちだろう。絵の具っぽいね。いいな、油絵かなんかかな。品物受け取ったし、行きますか。へえ、じゃあ、雇い主っていうか、あれかな、ちょっと、画家とかなんかそういうデザイン系なのかな。へえ、いいね。しゃれてるし。なんかこの入れ物しゃれてるね。R1 でカメラ角度。はい。はあ、はあ。すごいね、真後ろ見れるんだね、いきなり。あ、すげえ、ドローン飛んでる。おお、すげえ、未来のアマゾンやね。はあ、なんかある。へえ、未来のアマゾンだ。いやー、できればゲスクだったらあのまま奪って逃げたいなと思ってたんだけどやっぱダメだったね。あとちょっとこうやって探索もしっかりしながらね。いやー、嫌だね。ここ通れって言ってるよね、絶対ね。裏通っていこう。アンドロイドは仕事泥棒だ。我々には養うべき家族がいるのに、彼らに居場所を奪われた。何してるの？すぐ禁止しろ。人間に。どうしたどうした。ああ、はあ。あ、やっぱこう、ああやってね、召使いかなんかって勘違いしてる人たちもいるってことだね。いやー、ちょっとね、機械も一応魂あるからね、宿るからね、基本的にはね。やっぱダメだよね、大切に扱わないとね。で、長時間見てるとないね。なんかあるかなと思ったけど、ないか。あの中に入ってグーパンかましたい気持ちはあるけど、ちょっと無視しよう今回はね、ちょっと無視しよう。あ、すげえ、アンドロイド用のバスがあるの。でもさ、これ見てるとさ、そのコロナか、今のコロナの影響を考えるとすごく助かるよね、接触っていう意味ではね。まず菌がつかないっていうところが可能性としてあるしね。でも皮膚とかどうなんだろう、人工皮膚なんかな。でもさっき打たれてたチュートリアルの相手はね、断面がもう完全に機械だったから CG かなんかかな、すごい気になるよね。マーカーサバス、あ、やっぱなんかできたのできたの、できたんだったら、あー、そっか。じゃあ、まずそうですね、ライブを見てる方、ライブと、動画を見てる方はここまでです。はい。で、ライブ見てる方は引き続きしていきますね。お楽しみにしておいてください。ということで、今回はここまでとなります。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。